世界遺産好きだなっていうふうに思ったってことですかね。スタッフさんの行って撮ってくる、どういうふうに撮ってるかっていうのを知りたいし、なぜじゃあこれが世界遺産に選ばれた、それを知ってから見ると全然見え方が違いますよね。自分のやりたい気持ちあるんですよ。世界遺産好きだし、ファンの番組なのでやりたい気持ちもあったし、好きだからこそあんまりこう近づきすぎちゃいけない気持ちもあったし、と言いながらこうこの番組のスタッフさんには単純な興味で、もうだいぶ前になりますけれども、いろいろお会いしてお話聞かせてもらったりする会をこう開催したこともありますし、不思議な感覚ですよね。こう好きな人にあんまり近づいていくと恥ずかしいし、ドキドキするからやめとこうっていうような感じです。本当に単純なことですけど、テレビ番組ですかね、この世界遺産とか旅行に行っていろいろ見たいと思うじゃないですか。僕は特にいろいろいろんなものを見たいなと思うタイプなんですけど、でも行けるわけじゃないし、時間もないお金もないという中で、こういうテレビ番組を見て行った気になれるし、癒された気になるし、ちょっと知識も身につくっていうのが僕は大好きで、毎週毎週見てたんですよ、録画して。見ているうちにいつの間にか詳しくなって、世界遺産好きだなっていうふうに思ったってことですかね。世界遺産って決して優秀な観光地のリストではないじゃないですか。の見栄えはしないけどすごく価値があるものとかっていっぱいあるじゃないですか。がそういうものにもなぜじゃあこれが世界遺産に選ばれたって勉強する楽しみがあるし、それを知ってから見ると全然見え方が違いますよね。なんだこのガジュマル。これはすごい。言葉がない。まず屋久島に来たことがなかったので、屋久島とはどういうものかというのを体で感じたいなと。来てみて屋久島のこの空気を感じて、いろんなものを見たいなと。屋久島で興味があることといえば、もちろん屋久杉じゃないですか。で苔むした森と、もうそれはたくさんいろんなところで見てきているし、もちろんそれも見たいんですけど、こう世界遺産になってるっていうその理由の一つは、洋上のアルプスと言われるぐらい島なのにものすごく険しい山がそびえ立っていて、寒い気温から暑い気温まであるっていうのが、ここが世界遺産として認められた大きな原因だと思っているので、その植物の変わり方っていうのを見ていきたいですね。この水があるからか、これだけの森が育つのは。島自体の生命力がとてつもないですね。やっぱりそのこれからナビゲーターとしていろんな行ったことのないところも説明するわけじゃないですか。もちろん行った気になったりとか、こう見ている方の目線で自分も楽しみながら言っていくんですけど、やっぱり行ったところをまずはちょっとご紹介したいなと。でその皆さんのスタッフさんの行って撮ってくる、どういうふうに撮ってるかっていうのを知りたいし、それを知ることで
まあ、苦労もわかるじゃないですけど、それもこう気持ちに乗せてナレーションしたいなって思いもあります。テレビの前にいる僕のようなこう日曜にいい時間帯に、明日から仕事だ、先週も疲れたとか、いろいろやらなきゃいけないことがある中で、こうその時間だけは別世界に行って自分が旅をしているような、そういう感覚を持ってもらえたらなというのはすごくあります。世界遺産が僕は主役だと思っているので、決して自分が前に出ないようにはしたいなと思っているんですが、見て素直に出たこう感動の声なんかは普段のナレーションだったら出さないんですけど、まあ、自然にこう感想を言ってみて、でそこがいらなかったら使われないでしょうし、視聴者の方もそれがあった方がこう共感できるなということだったら残っていくかもしれないし、そういうこともできたらなと思います。こんなすごい森が屋久島を持ってるなんて、ずっといられますね、ここは飽きないですね。